にちは、S&D です。今日はレシーブで際どいボールを上げるためのコツと練習方法を紹介していきます。レシーブをしている時に惜しい、もうちょっとで上がりそうみたいなシーンが結構あると思います。そういった時に今日のポイントを意識してプレーを行ってみてください。際どいボールを上げるポイントは手首を返すということです。取れるか取れないかギリギリのところにボールが来た時に、いつものようにこのままの状態でレシーブをしてしまうとボールが上に上がらないことが多いです。なので際どいボールを上げるときは手首のこの近くに当たっていることが多いと思うんですけれども、このままレシーブするのではなく、ボールが手首に当たった瞬間に手首を返すと上に上がります。私のイメージは手首を返すというよりかは親指を少し反らすような意識で行っています。親指を反らすとそれに合わせて手首が返るので返しやすいかなと思います。ボールを手首に引っ掛けるようなイメージです。今のようなイメージで手首を返していきましょう。注意してもらいたいのは、ボールが来たと同時に親指を返してしまうと親指に当たって突き指をする可能性があるので、必ずボールが当たってから返すということを意識していきましょう。では今から練習を行っていきます。レシーブで忘れてはいけないポイントは毎回言っていますが、ボールの下を見てレシーブをしていきましょう。際どいボールこそボールの下から覗き込むように見ることで、よりボールが上がりやすくなります。ボールに腕が届いているのに上に上がらない人は、今のポイントを意識してレシーブすることで必ず上がるようになるので、ぜひ意識して行ってみてください。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録はこちらから。また次回の動画でお会いしましょう。